やばいことになってます。メダカのために浮く用の餌を買ってきてあげたら、エビちゃんたちが占領しちゃいました。メダカが食べれないじゃないか、これだと餌。ミジンコたちも寄ってきてるけど、あーまた一匹、あー重みで沈む。ちゃんとね、エビちゃん用にはね、ほら餌買って、こうちゃんとみんな食べてくれてる子もいるんだけどね。今ね、なぜに、やめてよね、メダカちゃん用の餌食べるのやめてほしいんですけど。君たち、君たち、いい加減にしてくれよ。ピントが合わなくなっちゃった。はい、こんなね、もうすごいショックなんですけど。で、ちょっとね、メダカちゃんが残り3匹になったので、もう残り3匹は私が責任を持って育てようと思います。他の子たちはね、近所にあげたりとかしたので。で、今オス、この子オス1匹とメス2匹、今のこっちにいる子と。で、この子ちょっとね、花崩乱って言って、卵、お腹にパンパンに溜まっちゃってる状態でね、産んでないんだよね、卵で。やばいなと思ったので、オスとメスとこの子2匹のみにしといて、で、こっちの子は離しました。この子はね、もうお腹にほら卵持ってるので、この子はもういいんです。とりあえずこのね、カホーランの子、どこ行っちゃった、この子助けてあげないと、このままお腹がパンパンになってお星様になりかねないので。前にね、一番最初に飼ってた子もね、もうみんなオスが死んじゃって、で、やっぱカホーラになってね、もうひどくなっちゃって、浮いても来れなくなってお亡くなりになっちゃったんで、この子はもう助けたいっていう思いでいっぱいです。で、結構メダカ飼ってる人とか、メダカ専門店の人っていうのかな、いろいろ助けを求めて、とりあえずこういう対処法をしてみました。うまくいくかどうかわかりませんが、あとなんか綿棒で刺激をする方法もあるみたいで、それはまたちょっと勉強して、もしこの様子を見てこれがダメだったら、ちょっとそれも試してみようかなと思っています。はい。で、こっちもね、ほら結局こうやってエビちゃんがね、食べちゃってるんだよね、メダカの餌を。まあね、メダカの餌もね、これだけじゃなくて、こうやってコーナーもあげたりとか、糸ミミズあげたりとかしてるんでね。はい、糸ミミズもね、なんていうのかな、これ。これをあげてるの。生きたやつは私も無理なので。はい、こういう感じです。さあ、ついに、メダカの餌はもう食べられちゃってますね。エビちゃんたちに。はい、こういう感じです。で、水槽、今こっちのね、大きい水槽とこっちの小型の水槽で、こっちの小型の水槽はもうね、乱暴なエビとか、あとちょっと色が微妙なエビちゃんたち、ミックスされても色がわけわかんない色の子たちをこっちに置いてます。なんかグリーンジェートっぽいのもいるんだけどね、結構ちょっとね、荒々しいエビちゃんたちで、こっちは大きい水槽の方が穏やかで、で、色もちゃんとしっかりした元の子たちを入れてます。レッドルリーがいたりとか、ここもね、微妙な子たちいるんだけどね、放卵してたりするので、ちょっと様子見てます。はい、まあそういう感じですかね。水草も結構ね、増えてきて、こんな感じですかね。はい、ミジンコを今培養してるとこなんですけどね、なかなかうまくいかないです。増えてくれればいいけど。はい、それではまた。